まあ見ててください。相当今無理してるから相手。この白はなんか大体取れてる気がする。危ない。ちょっとジャンプするときに体が浮いてしまうという。いいよ膝いこう。もこっからです。こっからの玉抜けを含めて冷静にいきましょう。ここでね、こういう時に下がって波動打たれると困っちゃうよね。よっ。あ、よし、やっぱりあれだわ。これいいわ。上優先いらない、この組み合わせ。やっぱりガードになってくれる。うまい。あんまり無理せず戦ってる気が、なんか普通に今やられてる感じがする。多分こっちがねちょっと弱気になっちゃってるんだよね。多分弱気っていうか、まあしょれるしょみたいな感じで戦うと良くないから。取れないですよこのプレイヤーは。何やってんの俺。 OK、 膝と見せかけて OK、 人確認した。また確認しよう。ここも確認する。今日のテーマ、ここは打ちません。抜けっから。あ、飛んでる飛んでる。マジっすか。裏投げで死なないと見た。だね、集団注意ね。もうこれアングリーバード、しかも絶対こういうの笑いながらやってないから、もう超結構、ね、気合い入った顔でね打ってくるんです。こういうのも
タイミングを。いいね、前投げの後のタクはかなりしっかりかけてくるね、この人。波動拳でしょ。いいよ、なるほど、それか。はい、こんばんは。追い込んじまえばこっちのもんよ。飛びね。オッケー。バカ。じゃあ今のは何やんだっけ。中盤中継か。中盤か中継やね。ダメだな。波動拳はシフト。そっちか。これ運ぶよね。めちゃくちゃ。お、そっから入んだ。これ行く？ちょっと残るか。今のコンボは減るな。ここはゆっくり行きます。これか。近寄れなかったな。3ヒッツ、これはいけるっしょ。冷めたいね。バレてんだろうな。でも一応上見てます。ケイ、立ち中。
手はなんか当たんのよこの人。しかも今おそらく持続の2フレ目。まあ剣だと足払いしかないからな。これ勝った方が勝ちっすねきっと。鳥目さん、ありがとうございます。鳥目さん、もし海外中とこちらからやりたいということがあれば、おつなぎ出す。これやっぱ毎回決めてくるのさすがよね。なるほど、調べてるなこれ。意味なかったこれ。意味なかった。失礼な野郎だこの俺に中断とは。やめて中断やめてよ。中断でフィニッシュはやめて。巻き返した。